マグネパワー！ちょっと黙れ！怖え！そこまでだ、ミクロマンガーサー。抵抗はやめろ。さもなくばこの地球人の小僧の命はないぞ。卑怯な真似を公平を話せ。お前の命と引き換えにするというならそれでも構わんがな。 見えたぞ、あそこだ。間違いない、ここの地下で信号は消えたのである。地下？ここからなら公平のミクロッチと通信ができるはずだ。ちょっと待つのである。よし、見つけた、通信をつなぐぞ。アーサー！な、なんだ。 兄ちゃんとアーサーだ。公平、アーサー、今どこにいるのだ。どうしたんだ、二人の居場所は分かったのか。ダメだ、特定できない。ウォルト、どうするつもりだ。探すんだよ二人を。じっとなんかしてられねえよ。俺たちも手分けをして探しましょう。ああ、うわ、うわ、うわ、アーサー。どうだ、アーサー。 悪能なエレキの電撃はうまいか。やめろ、アーサーを離せ。デモンレッド、公平を自由にしろ。公平は関係ない。お前の目的は私だろう。うぬぼれるな。我々の目的は宇宙征服だ。お前ごとき眼中にないわ。そうだそうだ、レッド様は無敵だ。この前ちょっとな、ゲリ気味で調子悪かったけどもな。黙ってろ。 おい、私のことは構わず逃げるんだ。何言ってんだ、アーサー。地球のピンチに黙ってられるか。僕だってやればできるんだから。おい、なんだ。悪能なエレキ、今一度電気を吸収し、奴らにお前の最強電撃を浴びせるのだ。 こんなボロボロの体で一体何ができるというんだ。<笑>もたもたしてたらアーサーたちがやられちまったのに。ウォルト、少しは落ち着くのだ。分かってるよ。なんだあれは。へっ、アクロイアに決まったな。こいつを取っ捕まえ、アーサーたちの居場所も分かるってもんだ。 なんだかわかんねえけど、割り出してやるぜ。やめろ、ウォルト。モーターホイッパー。危ない。電気を吸っているような奴に水を使ったら黒焦げにされるぞ。消えやがった。くさ。 やはりこの地下にアクロイアのアジトがありそうだな。じゃあ兄ちゃんたちは。多分そこなのである。お、さっきの触手はこの穴を伝って地下から電気を吸い取っていたのであるな。でもこんなところからじゃ地下へなんて行けないよ。<笑>俺があんなことさえしなきゃアーサーとコヘは、俺が調子に乗って 水ぶっかけちまったから、スパイヘリは壊れちまったんだ。だからそうやって責任を一人で背負っても仕方ないだろう。でもアーサーとコヘが事故ったのは俺のせいなんだ。違う、俺たちは仲間だ。一人に責任を押し付けるようなことはしない。そうだよ、ウォルトのせいじゃないよね。みんな。 ミクロマン、充電も終わったようだな。これから悪能なエレキの最終電撃をプレゼントしてやろう。ありがたく受けて。
公平、私のそばから離れるな。うん、マグネディフェンス。ああ、そんな出番なんて聞いてないもんね。卑怯だぞ。マグネパワーでバリアを張ったところで所詮知れたものよ。いつまで持つか見物じゃないか。見物じゃないか。アーサーがマグネディフェンスを作動させている。二人はまだ無事だぞ。よっしゃ、さあ行くぜ。よし、俺たちも行こう。お、アクローナエレキ、とどめだ。行け行け、そのままやっつけろ。仲間が来たか。オブラージ、始末しろ。はい。どうしたんだ、出てこねえぞ。な、なぞは。あと、今行くぞ。やってみなきゃ、わかんねえさ。ウォーターホイップ。終わっちゃ男が立たねえんだよ。マグネパワー全開。アーサー、今だ。おお、クローナエレキがやられるとは。ち、全員揃ったか。ここは引くぞ、コブラージ。バージョン、待ってください、デモンレッドさんだ。危ないところだった、助かったよ、ありがとう。俺の方こそすまなかったな、アーサー。何のことだ。なんでもねえよ。見て見て、兄ちゃん電気がついてくよ。ああ、もうクタクタだよ。ご苦労様、お互い大変な目にあったしな。ところでウォルトは。パワーを全部使い果たしたのであるから、当分は寝たままだろうな。公平、言ったん。もうやったん、寝なさいってさっき言った。あら、何、どうしてそんなに汚れてるの。それにこの匂い。え、どういうこと、きちんと説明しなさい。あ、お母さん、これは違うんだ。何が違うの、公平。